違うやろ。せっかく量調整でいろんなデッキで遊べるバージョンやのに、何ちゃっかり情報修正しとんねん。旅務重宝するくらいなら汎用契約なのに号令持ちの介護官スペックなテイフを選ったしろ。個人的なエラターンとしては、テイフの個性を残したまま現行カードと被らない古文らしい計略になったら嬉しいなって。さて、言いたいこと言ってすっきりしたし動画本編行くで。今回はスタンプのコモンローコ、武力が低くなりがちな妨害計略持ちながら、武力3に魅力持ちやスペック採用しつつ要所で計略をつかんタイプやな。あらかじめ言うとくと、うちは連土兵の扱いな、カラッキシやから、こんなカバガバでも試合になるんやと思って。守りでだいぶやらかしてしもたけど、刻印持ち2枚取れとるからカウンター行くで。よっしゃ、これで、カユーを次回停止アプリで好き放題される同級生みたいにしたるで。お前もファンサになるんだよ。任せの勝負ならば我一人でよい。力が足らんか。マイネ、若者よ、正義の虎復活。したぞ。見せてやるぜ。変えたいんです、この嘆きのよう。あなたの病にはこのお札が一番です。日々に道できることをなせるのです。
印象の意地見せつけてくれようぞ。お相手のデッキ的にこれ以上取りに行くとかえって危ないから、じっくり構えてから敵陣で亡霊壊滅して奥義の再起玉を使おうと思うで。今回も2試合やるで。
やるぜ。鍛え直したぞ。ポンション号令、必然的に罠になるから、正直、もっと範囲欲しかった。ここは相手の大攻勢を正面から将校負け筋と思って早めに号令打っとるけど、お相手のデッキは小強やわ。全て滅びればいい。そんでも死ぬまでは。争いは嫌です。
ご視聴ありがとうございました。